ライフサイエンス統合データベースセンターの山口です。今日は DB シェルスギャラクシーというツールと、あと統合 DB の使い方について、簡単にというか実習を交えながら、説明していきたいと思っております。でまずそのギャラクシーって何かと言いますと、ギャラクシーというのはゲノムなどの生物学のデータを対象としたデータを解析したり共有したり公開したりするためのインターフェースです。でこれ自体はペンシルバニア州、アメリカのペンシルバニア州立大学を中心としたギャラクシーチームが開発をしております。で何ができるかと言いますと、ものすごい簡単に言っちゃいますとデータの解析ができます。あとそれを、用意、ギャラクシーにはすでにいろいろなツールがもうすでにいっぱい用意されているので、そのツールを組み合わせてデータを解析することができます。あとそのデータを、保存、データだけではなくてその計算履歴も含めて全部保存することができますし、その計算、解析した履歴自体をワークフローと保存して他のデータを何度も入れてみるとか、そういうことも可能です。あと3つ目としては、今日これを結構中心にやることになるんじゃないかと思いますが、保存した、解析結果とか履歴とかワークフローを共同研究者とこう共有することができます。で、よく皆さんが共同研究者と解析結果とかをこう受け渡しするときって、例えば Excel とかで、データをメールで添付とかして、それにこういう解析をしたらこういう結果になりましたとか解説を書いたりすると思うんですけど、これの良いところは解析の何ていうんですかね、履歴とかそういうものも全て、共同研究者と共有することができますので、そういった手間がだいぶいらなくなるという利点があります。あ、ここで言ってますね、すいません、っていうこともあります。あと解析に関してはツールがたくさん入ってるってさっき申し上げましたけども、そのおかげで、ツールのインストールが、いらないという、またツールを組み合わせるときには普通はプログラミングみたいなのがだいぶ必要になってくること多いんですけど、そういう組み合わせのプログラムもそんなにしなくてよい。またその途中、履歴が全部保存されていますので、履歴の途中から思った結果が出なかった場合とか別のツールでやり直したりすることとかも可能です。で気に入ったツールの組み合わせを何度でもこう繰り返すことができます。で表題になっている DBCLS Galaxy って何かと言いますと、DBCLS というのはこのライフサイエンス統合データベースセンターの略称なんですが、その、DBCLS が、日本国内の生物学者をターゲットにカスタマイズした Galaxy です。でこの URL で、サービスをしております。で 主な特徴としては、もともと Galaxy にもいくつかデータベース入っているんですけども、そのデータベースのサポートやツールを拡充したり、あとここは結構大きいと思うんですけど、メニューをかなり日本語化を図っていて、全部できているわけではないんですけども、一部は Galaxy 本体にも反映して、世界中の人でも使ってもらっているという状態です。あと日本語のドキュメントをどんどん整備しているということをやっております。あと3つ目なんですけど、お持ち帰り版の DBCLS Galaxy っていうのを、運用可能、自分のサーバーのところに持って帰って自分のためだけの DBCLS Galaxy を立てることが、簡単にできるようになっています。実は今日の実習はそのお持ち帰り版を利用してちょっと、人数が多いので、先ほどやっぱり1つのサーバーにドンとみんなでアクセスするとちょっと固まってしまったり遅くなったりしますので、今日はちょうどお持ち帰り版を利用して、Amazon EC2 って聞いたことおありですかね、クラウドサービスなんですけど、そこにたくさん、DBCLS Galaxy を立ててます。でそれをちょっと利用して、やっていただきたいと思っています。あともう一つのサービス、今日の、サービスなんです、今日を、ご紹介するサービスですけども、統合 DB というものをご紹介したいと思っています。これは何かと言いますと、データベースを簡単に構築するための、構築することができるサービスです。ホスティングサービスのようなものだと思ってくださったら結構なんですけども、でただ その、こういう、これが、すごい、単純に表した絵なんですが、自分が持っているテーブルのデータを、アップロードすると、アップロードしてちょっと設定をすると、もうすでに、
基本的な検索とかの機能がついたようなデータベースが、公開することがすぐにできるというサービスです。で今回の内容としては、DBCS ギャラクシーがデータを、解析したり保存したり共有したりするんですけども、まずそれを簡単にやってみて、でそのできたデータをこちらで公開するという流れでやってみたいと思っております。